これが最後の食事になるかもしれないだろう。そう、まずは長く生き、動きを覚えよう。タラオの分までペコーラが生きてあげなきゃ。最後かーって行くかー。今ね、30秒しかないんだよな。やばいね。30秒クリアはチートだろ。で、30分よ、30分。昨日みんなで話してた、すぐバレちゃうペコだから、大砲の時はこれ、隠れ身。なんかさ、5発ぐらい元から入れとけや。マジこの時間もったいない。ロスだよロス。この時間なんで5発入れないの。中途半端な入れ方ペコだな。あい、あ、450。あ、やないかも。いたー、やめそれ。まずは体を傷つけ、少しでもダメージを入れ。欲張らないところだな、これは。欲張らない、やめて。あ、うわ、火力全然足りない気がする。隠れ身じゃない、やばい、ちょっと待って。
ロス。1分ロス。あいや、今回リセットしない。なぜかっていうと、多分攻撃ぶっぱになっちゃうタイプだから、今回が。だから、死ぬのはあんま変わらなそう。はい、まずこれ全部当てることが大事ね。いいよ。あーら、ジャスト、ジャスト!やばい。ナイスー!そこまで限界、限界よー!やばい、それ!なんかわかんないけど、セーフ。おい、お前さっきよりなんか攻撃ひどくない？あ、やべ、ヒールゲットの忘れた。うん、サキュー。やん、ガルガ1000もらいます。えっ、さっきより速い、さっきよりやっぱ速い。やっぱゲージダメは正しいのかもしれない。こいつ、え、もうカエデルペコラが激流走さやるって分かっててこいつ動かないの。竜なめんなよ、よくないよ。おいバカ、おい、あれ、もうやばい、それやめて。はあ、もういい、煙玉、隠れ身だよ、やっぱり隠れ身。煙玉は出ちゃうとダメ。えっ、これだね、こういうことだね。ね、煙玉早いよ、やっぱ隠れ身のだよ。おい、嘘だろ、気絶はない。いや、無理して大砲やらない方がいいかもな、これは。おい、わ、やばいやつ、戻れ戻れ。
やばい、あいつのちょっと流れになってる、本当に。やめて！あぁ！遅いよ、天心くるま！ねえ、今回の答えちょっと殺意高いよ！これ、大外れ答え引いた。殺意高いよ。しろよブレス。やばい、それ死のコンボ。おい、死のコンボ毎回あれ強いな。やばーい。最後だけ当てればいい。マジかよ。それなんだ、それなんだ、それなんだ、大丈夫ね。ワンパンかよ。360度のやつはワンパンブレス。オゲーだ、オゲーだ。あああ、やばい、戻り玉が。あ、え、激流ソーブル、あと1分。そうだろ、激流ソーブル殺すんや、こいつは。あれ、出てない。死ぬからちょっと一回リセットさせて、イニシエが少しでもありしたやから、ごめん、すまん。もう多分あれ29分いってたわ。あの BGM から帰ることある？いや、あるよ。あれもういける、完全に。もうあの曲まで聞こえたらいけるでしょ。じゃあもうトイレ行きたい、一回。ふうふうふう、やばい。何ぼったちしてんのお前。うわ、今のぼったち一番ゴミだよ。363枚ある。これゼロにならんよな、大丈夫
高校給食事件なくなっちゃったたははみたいな。素材が尽きるか倒すか、いやだーマジで。もまずイニシエがやばい、そこからな、やばい、ちょっとゴミ価格やばすぎる、マロだ。うわー、おきらべからねー、足邪魔すなよー、こいつバカ取れよ、残りあと5分だって。勝ってるよ、わかってるけど。どうにかして第2のブレス前には頭を壊す必要があるのか。うーざーい、なんだよこいつマジで。くそ、頭狙うのマジ下手くそすぎてダメだ。最後の火力高いけど、どうにかして耐えるか。もうそれしかなくね。もう頭破壊は無理だっていうことで。せーの、ゴーゴーレッツゴー。